はい、ブレンドマヨ社長です。グレートランド響きです。5本中4本目、4本撮り、はい、7本いっちゃおうかな。いや、5本で、はい、はい、ということで今回もウレセンロックティーで、一部ね、アーチモンドっていうね、何度か YouTube で触れてますが、ジャイアントで本来販売されるはずが、大人の事情なのかお金の事情なのかっていうことで、一部の国地域でアーチモンドという、まあ、タグだったりコピーライトが入っているモデルがあります。発色が全然違うってことで、ここ最近はアーチモンドボディっていうのも、こうボディというか、うん、アーチモンドの表記の入ったものもコレクティブな扱いを受けておりますが、そういったものも一部含まれておりますので、まあ見どころありかなという感じでございます、はい、最後までご視聴、いいね押していただいた後に、最後までご視聴よろしくお願いします。いってみましょう。はい、1999スリップノット、大きいですね。大きいですね。エアリガンですね、はい、このタグも珍しいですね。ダニッシュ、はい、まあ、大体ブルーグレープとかついてますけど、ちょっと珍しいです。で、全体的にヤレ感も良くて、このファーストアルバムですね、メジャーファーストアルバムのスリップノット、みんなのつなぎの色味もちょっと深い色味で、よりフェードの効いたボディと馴染んでいいんじゃないでしょうかと。で、バックプリントの白地に対してのこう赤の縁取りのギザギザっとしたスリップノットのファースト時代のロゴも良い感じ、うん、まあ、サイズがいいっすね。いいですね、この辺をね、ガバッと着れるのは。まあ本当にジーンズ、カーゴ、短パン何でもよしだし、おしゃれな方はレザーパンツに合わせていただいてもよしだし、うん、ストリートにも着れるし、ちょっとモードっぽい雰囲気の外しでも着れるし、もちろんロックな感じでも OK と、うん、意外とね、スリップノットってアクが強いように見えて、合わせる服を選ばない、ね、まあ彼らのなんていうの、ミクスチャー、ハードコア、オルタナとかもいろんなごちゃ混ぜの感じの音楽のジャンルと、まあ、洋服のジャンルっていう部分でもジャンルレスな感じで重宝していただけると思います。育てる必要もなく、まさに気時、買い時、食べ時だ。はい、おめでとうございます。お願いします。これはいいですよ、お気に召していただけると思います。はい、お願いします。はい、パールジャムキッズガン、はい、今回はもうちょっと大きいですね、サイズが。でかい、身幅もしっかりあり、いいですね、このサイズはまあないです。バックプリはグリーンのタイプ、はい、前回もグリーンですが、やはりボディの質感、こちらアメモンだと思いますけど、前回のユーロでしたね、はい、やはり雰囲気もサイズ感も全然違います。これに関してはまあ皆さんお好みかと思いますが、コートつけがたい、うん、ただまあ体の大きい方はね、こっち行っといてもらっても問題ないと思います。あとこのデザインは本当でかいサイズないんで、はい、まあまあ買い逃した方とか探されてた方は買っといてください。お願いいたします。はい、はい、レイジのこちらおなじみの T シャツ、もともとバックプリントはないデザインでございます、はい、ジャイアントの L ですね、はい、このレイジはね、一昔は全然高くなかったんですよ。レイジの T シャツの中でもかなりお求めやすいジャンル。そうでしたね、2年前とか2万ちょろで打ち出しましたけど、まあもうまさかね、そんな女出せるわけもなくということで、はい、コンディションも良きです。で、レイジの中でも比較的合わせやすいデザインで、これ意外とノーマークでやっぱり皆さんいいものから行かれるというか、うん、相場の高いものからレイジって買われる方が多いので、意外とノーマークな方も多いかと思うんですけども、僕デザインとしては非常に秀逸なんじゃないかなと、うん、そうですね。レイジってこうかっこいいんですけど、ちょっと斜めに見たかっこよさの人が多いんですけど、うん、これに関してはもうドストレート、ド直球にかっこいいの で、ね、それこそこれからレイジとか買ってみようかなとか興味はある、まあ、いろんなブランドがサンプリング、まあ、グレートランドオリジナルもそうですけど、うん、だけどちょっとオリジナル高すぎるよね、もう買えないよねって方もまだ手の届く価格帯かと思います、うん、で、響きの着用動画も出てるかと思いますけど、本当合わせやすくて、色味が濃いブラックなので、グレートランドオリジナルのレクシー、スウェットパンツの、ブラックですね、はい、ちょっと色落ちた感じのブラックとも相性いいと思います。お願いします。お願いします。はい、メタリカ、地味に久々、すごい。でも久々っすよ、うん、スクリスターズ XL、 はい、これ、はい、袖プリあるタイプですね、はい、右袖に、はい、で、フロントはおなじみメタルファッキンカって読むのかな、これ未だに読み方俺分からへんけど、ファッキンカだってんじゃないですかね、うん、で、後ろがこちら、はい、まあ本当にモノトーンで合わせやすくて、コピーライトもしっかり入ってる、面のいいというか、まあ、うん、平均点以上全て取ってるメタリカの T シャツだと思います、うん、通常のメタリカよりこう可愛らしくて合わせやすくって、それこそ革ジャンとかの中に着ても、うん、主張しすぎることなくチェックシャツとかの中に着てもいいと思うし、本当にこれも先ほどのレイジと同じく合わせるスタイル選ばない、うん、持ってて
絶対損はない、絶対損はない。あの昔、うん、ブランドバイヤーズの誠が来てましたね。来てた、はい、よう来てました。ってことはまあそれなりに女受けもいいんでしょう、うん、まあ、でもいいと思います。うん、なのでこうバンティー欲しいけどちょっとなっていう方とか、結構ええの今まで買ってきたけど普段使いでもうちょっと着れるやつ欲しいなとか、うん、いろんな方にはまる一着だと思います、はい、そして響きがやったように、ま、久しぶりです。久しぶり、昔はいっぱい買えたのにね、うん、最近ほんと出てこなくなりました。お願いします。お願いします。はい、フォード、フォード、それっぽりレンチャンフォード、なんか見たことあるデザインですねこれ。なんかね、うん、グレートランドオリジナルのザックフーディー、ザック T シャツでも使われたデザインですけども、まあ、あれはレイジの、ブートレグを参考にしましたが、こちらはちゃんとフォードです。あのレイジの、ロゴ自体がファクトとかね、はい、あとはそのそれこそそのファクトでいうところのフォードっていうね、うん、だからもう何回擦られ続けても最後グレートになったって話なんですけど、うん、そうっすね。もうお師匠さんです、はい、亀仙人ですね、亀仙人ですね、言ったらね、うん、これが亀仙人でファクトが孫悟空ですか。あ、なるほど。あのブートがご飯、ご飯、はい、で私どもは何になるの分からん。パンちゃんです。パンちゃん、ご飯の子供ですか、まあ、まあまあまあそっか、はい、親子4世代ってところの、なるほどね、ファーストです、はい、まあ、あのお値段さん高くないんですよこれ。なのでさらっと着ていただいて、まあ1枚でね結構大きめなんで、でかいっすよ XL で、季節問わず夏場はブルーのショーツとかに合わせていただくかっこいいと思うんですよ。ストーンアイランドとか、うん、ああいうのに。でまあね、春秋冬は上にね他の T シャツ着ていただいて、それからこの4のロゴを出していただくとかね、いろいろとこう使い方はたくさんあって、結局すんげーコスパ良かったんじゃねえのこの T シャツってなる一着だと思うんで、うん、お願いします、はい、買って後悔しないと思います。しないと思います。はい、地味に初入荷、パールジャムです。アウトオブコントロール、パールジャムなんですって僕初めて見ました、はい、ラットフィンクですかって言って、いやパールジャムって言ってでボディはあのそれこそレッチリのお風呂、うんうん、同じくこれ黄ばんでるとか変色してるんじゃなくて、もともとこういう色味です、はい、袖シングルステッチの裾もシングルステッチと、はい、まあとにかく玉数が少ないのと、皆様がご想像するパールジャムとはちょっと違うので、うん、これは好き好み分かれるかもしれないんですけど、まあ抑えといても問題ないというか、これの次いつ入るか分かんないっていうやつです。そうですね、このデザインっていうのは好きな方はとことん好きなので、いいなってちょっとでも思った方はお早めにどうぞ。そこそこ値段しました、うん、これタイで買ってきたんですけど、最後の最後ですね、タイの最後の最後で響きが体調不良を訴えて、そうですね、響きをホテルに置いたまま、はい、僕は片道45分タクシーで行って、そこからまた150万ぐらい T シャツを買ってくるっていうね、はい、もう勇者ですよ。まあ、あの先日ご紹介した悪名のインウテルとかもそうですけど、まあ、てな感じで買ってきた一着ですので、はい、響きは知らないのも当然でしょうと。知らなかったですね、はい、こんなんもございます、はい、お願いします。はい、キス、豪華なプリントでございますね。顔面ドーンのこれね、4辺ポン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 ってあるんですけど、こう並んでる方がやっぱかっこいいと思うんですよ僕は。ひし形みたいなね、ひし形、はい、うん、でまあ、パープルとブルーの間ぐらいのね、そうっすね、ほんまに色が絶妙で、バックプリントかっこいいんだよ、かっこいいんだよこれ美しい、はい、いやバックプリントが美しいか、はい、はい、ってな感じです。でこれね、やっぱモットポイントが高いのがこのね、大判プリントでサイズがちっちゃいとちょっと微妙かなって思うんですよね僕。これやっぱりこのやれ感とこの肩、これ落ちる分かるでしょ、これ広げてみて結構でかいですよこれ。結構大きいっす。あ、でも、ね、嫌なでかさしないですよ、着丈そこまでないんで、うん、で響きでも僕でもええ感じに着れるっていう、うん、本当に一番売れ線のサイズ感なんですけど、ほんまにそうですね、これいいでしょう。まあ、このキスのこのデザインでこのサイズは今までなかったんで、僕は私言うたからさっき、はい、そこがやっぱりいいっすね、はい、ということでさすがの響さんも僕の言ったことと同じことしか言えないっていう、さすがの響さんも、さすがの僕もそうですね、さすがのお前みたいなもんでも、僕みたいなもんでもそうなんで、はい、はい、おすすめです。あ、本当にあの女性の方が着ていただいてもいい、まあ、ブラックピンクとかも着てますしね、うん、いいと思います。はい、俺もなんか久しぶりな気がするな、はい、ザ・サンイズ・ゴーン・ジ・エンド・オブ・ミュージック・カート・コバンといった時ですね、はい、これ結構ねコンディション悪いのが多い中、まだ比較的いいコンディションで、バックプリントもちょっといい感じに黄色の色のトーンが落ち着いてて、こなれ感というか、うん、まるで加工のような、まあ、加工、まあ確かにですが加工では出せない、はい、絶妙な雰囲気でございます。ボディがね、こんだけ退色してるのにピンホールとかがないんじゃないかな、ほとんど、まあ、ダメージがほとんどないんで、うん、まあ、だからあのそういう風にね加工っぽく見えるっていうのもあるかもしれないですけど、そんくらいまあ状態いいんで。ちょっとね最近ニルバーナの動きがっていうか、僕らがまあニルバーナをあんまり昔ほどバン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 出さなくなったっていうのもあると思うんですけど、少しずつまあ春の香りがしてきた昨今、はい、3月ニルバーナ動き良くなってもらって、良くなってまっとまっと出す、はい、出す、4本取りなんで出す。サイズは何だぞサイズは
XL 出す青美しい、はい、ということで、はい、着丈長すぎずの本当にいい、うん、いいサイズいいですねこれいいですよこれこれ、ね、伝わらへんねこのいい柔らかさ、うん、これ伝わらないとこれはい青美しいはいお願いします。はい、カートスターなんですが後ろ先行きましょう。はい、今すでにお持ちの方だったりずっと悩まれてる方だったりもしくはグレートランドの YouTube、Instagram、オンラインストア見てくださってる方はあれって思うと思う、これなんであれっていう、まあ、このスターフロントのスターのデザインももちろんかっちょいいんですが、はい、僕はよくその背面のブルーがめちゃめちゃいいと言ってまいりましたけどもほんまにねもうこれずっと撮るとね回が回んなくなってくるんだよね喋るからですよね、ですが、はい、これね色おかしいでしょ色おかしいっていうかちょっとちゃうでしょあの比較画像出しておきます、うん、これが、冒頭で言ってたアーチモンドですねアーチモンドのコピーライトもフロントバックともに入っております、はい、入ってます何も知らない人からしたらパチモンやんけっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、うん、そんなわけないのでと、うん、いうことでアーチモンドっていうのは結構色味が違うんですよね違うでこれはこれですごく良いと良いまあこの T シャツ自体玉数少ないんで被ることなんかほぼないと思うんですよ人と、うん、その中でも特に俺はちょっともっぱつええのが着たい、うん、ええのがっていう、まあ、珍しいというか難しいんだけどね、うん、珍しいのが着たいオンリーワンを着たいって方にはまさにおすすめ案件、うん、これのアーチモンドって僕初なんですよいや初めて僕も見ました、はい、取り扱いするのが見るのも初めてです、はい、なので、ということはある意味です何百万の T シャツより少ないと、うんまあそうですね、いう話になってくるので、そこに付加価値を見出してくださる方、はい、何どうぞよろしくお願いいたします、 以上です。本日も9着なかなかにかっちょいい、はい、お美しい9枚ご紹介させていただきました、はい本日夜6時から店頭にて販売、ご試着ももちろん可能でございます夜9時からオンラインストアにてお買い上げいただけます詳しくは下記概要欄の方から実寸サイズですとかコンディションもろもろ詳細画像を見ていただいた上で前向きにご検討いただければと思います、はい、それでは最後までご視聴ありがとうございましたありがとうございますブランドバイヤーズ社長とグレートランド響きでしたバイバイ。